はい、アメ証などの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、旧車オールドカーを買おう、こちらフォードギャラクシー、こちらを紹介します。はい、こちらの車両1963年モデルのフォードギャラクシーカントリーセダン、ブブー横浜店さんの在庫車両になります。こちらの車両ブブーヴィンテージで日本に直輸入された車両で、日本国内未登録車で、現在の車両本体価格524万4000円、初費用22万円、支払い総額546万4000円でですね、この車両かなり面白いんで1個ずつ見ていきたいと思います。まずですね、この車両カントリーセダンというグレード名なんですが、まあ見て分かる通りステーションワゴンです。でカントリーワゴンであれば分かるんですが、セダン、いやスリーボックスじゃないよねというツッコミありそうなんですが、これ間違いじゃありません、カントリーセダンです。でこの車両、まあ、ステーションワゴンなんですが、まあ、結構大きいです。でフルサイズ、はい、全幅は2029ミリ、2メーターわずかに超えてます。はい、ちょっとですね、展示場内で距離が取れないんで多少斜めってるんですが、全長は5331ミリ、結構長いです。はい、で前後はですね、ちょっと資料がないんでわからないんですが、ちょっと横に立ってみます。はい、こんな感じ、まあ大体ですけど150センチ、もうちょっと低いかな、横にチャレンジャーがあるんですが、チャレンジャーが146センチぐらいなんで、チャレンジャーよりちょっと高いぐらい、ルーフの状態で150センチぐらい、まあ、ルーフレール合わせたら155センチぐらいじゃないかと思います。全長も全幅もかなり大きめなんですが、前後低めでボディが薄いこともあってか、そんなに大きな印象はありません。まあ優美だなぁと、そんな感じ。この第二世代のフォードギャラクシー、もともとがですね、比較的薄め、まあ、今の車みたいにボリューム感がないデザインなんですが、この車両ですね、おそらく足回り若干ローダウンされてます。はい、でこちらフロントの足回りなんですが、ダンパーはビルシュタインですね。で足回りですね、やっぱりちょっと変わってますね。はい、でこちらリア、リアのサスペンションはリーフスプリングなんですね。でリアもビルシュタイン、この車両63年モデル、もう60年前の車両なんですが、年式を考えるとやっぱ足回りとかもかなり綺麗な方だと思います。この車両タイヤホイールも交換してあります。ホイールはアメリカンレーシングで、タイヤは BF グッドリッジ。この BF グッドリッジのラジアル TA、まあ、定番のホワイトレタータイヤなんですが、サイズはフロントが215/65R15、リアはフロントより太め 245/60R15。このですね、アメリカンレーシングの15インチホイールに BF グッドリッジのこのホワイトレタータイヤの組み合わせ、これはですね、ボディスタイルとか年式車種を問わず、やっぱり古めのアメ車にはすごくよく似合いますね。でこちらの車両すごい自然な仕上がりなんで分かりにくいんですが、結構カスタムされてます。まずですね、このボディサイドのこのウッドパネルで、これはですねカスタムです。で木目調リアルウッドなのかな、
で、この木のですね、枠の中にこのウッド調のシートを、バイナルシートを貼り付けてるんですが、これはですね、純正ではありません。はい、で、ウッドパネル、リアにも貼ってあります。リアゲート、このリアハッチのところにも上下に分かれて貼ってあるんですが、やはりですね、この木枠の中にウッド調のシートを貼ってるんですが、これがですね、すごいいい仕上がりです。この時代のアメ車ですんで、このリアゲートとかも微妙に湾曲してるんですが、これですね、まあ、おそらくヒートガンとかで炙って形を整えてると思うんですが、すごく綺麗な感じで R を描いてますし、で、この辺割れたりもしてません。で、さらにですね、このテールライト、テールライトの周りも、あ、ここ木に変わってると思ったんですが、おそらくですね、これウッド調にペイントしてると思うんですが、これもまたすごい綺麗な仕上がりです。さらにですね、このルーフにもこのウッドのプレートが貼ってあるんですが、この8本全部同じ長さではなくて、微妙に長さが変えてあります。この辺もですね、すごいいい仕上がりで、さらにですね、このルーフキャリア、これですね、スーリーのルーフラックに、で、年季の入ったサーフボードが今置いてあるんですが、この辺はですね、すべてこの車両についているオプションというか、おまけ、車両本体価格にこの辺すべて入ってます。で、今ですね、この車両、このリアハッチ補修中ということで、リアから開けられないんで、ちょっと中から見てみるんですが、このウッドパネル、車内にも貼ってあります。はい、で、この車両、このラゲージ部分にもフロアとリアハッチ、テールゲートの裏で、ここにですね、ウッドが貼られてます。で、これリアルウッド、本物の木ですね。で、ラゲージのサイドにもウッドが貼られてます。で、すごいですね、綺麗な仕上がりで、ただですね、1点だけ、このリアタイヤのホイールハウス、このふさふさのファーが貼ってあるんですが、正直個人的にはこれいらねえだろうと、そんな感じですね。で、このウッドパネルなんですが、このリアシート、セカンドシートの背もたれにも貼ってあります。で、今ちょっと一人で片手でできないんですが、このパネルをここの間に置くことで、もうリアがですね、全部ウッドで、ベッドみたいになります。はい、ラゲージを見たんで、ついでに内装を見ていきます。はい、まずですね、目につくのはこのステアリングホイール、この細身のハンドルなんですが、これはですね、多分純正ですね。このセンターとか多少ひび割れはあるんですが、この時代を感じさせるこの細身のステアリングホイール、これいいですね。で、外装と同じ水色とですね、この白のコンビネーションなんですが、内装もすごい雰囲気あっていいですね。はい、で、このドアパネル、このドアパネルとかはおそらく純正、当時のままだと思うんですが、まあ、結構綺麗な状態、もちろん経年劣化各所に見られるんですが、まあ、全然まだまだ綺麗です。で、こちらが三角窓のハンドルで、下が、ウィンドウのハンドル、手動ですね、ウィンドウは。シートはですね、前後ともベンチシートで、このベンチシートなんですが、もうこれがですね、肉厚のソファーみたいな感じで、おそらくなんですが、さすがに60年前のファブリックのシートでこれだけ綺麗っていうことは考えられないんで、もうおそらくこのシートを一度ぐらいは張り替えてるんじゃないかと思います。
で、この背もたれとか座面の一部はファブリックなんですが、この辺は多分合成レザーですね、白い部分は。で、これですね、さっき座ったんですが、すごい座り心地いいです。後席も3人乗りのベンチシートで、これですね、前席も後席もほとんど同じですね。で、3+3で6人乗りになります。このですね、前後ベンチシート、この肉厚クッションの広々としたベンチシートにコラムシフト、まあ、いわゆるベンコラなんですが、この50年代60年代ぐらいのフルサイズのアメ車のこのベンチシート&コラムシフト、これはやっぱりいいですね。はい、でこちらは助手席側。助手席の方はドアパネルの内張り一部ちょっと剥げちゃってるんですが、この足元とかはすごく綺麗な状態で、このダッシュパネルとかドアパネルの状態を考えるとシートすごい綺麗なんですが、もしかしたらこれも純正オリジナルなんかもしれないですね。で、このグローブボックスのところにカントリーセダンのバッジが入ります。はい、それではちょっと運転席に座ってみます。はい、でこの車両なんですが、まあ、おそらくですね、この辺も前オーナーさんの趣味だと思うんですが、これリアルウッドでサーファーの人形が置いてあるんですが、まあ、この辺の遊び心いいですね。ダッシュパネルにもですね、まあ、いろんなボードだったりとか向こうのナンバー置いてあるんですが、まあ、この辺もともとこの車両についてたものだそうです。はい、でインパネ周りのデザイン、まあ、基本的にはこの辺すべてオリジナルなんですが、やっぱり味がありますね。この人形の後ろスピードメーターがあるんですが、これ横一列一直線で120マイルまで一応切ってあります。でこの左この大きいメーター、これ燃料残量計で、右が水温計、もう今だったらスピードメーターとタコメーターなんでしょうが、まあ、この辺のデザイン面白いですね。でトランスミッションは、オートマチックで、これ3速 AT ですね。この時代のフォードの AT、フォードオーマチック2速と3速があると思うんですが、これは多分3速です。でこのコラムシフトのシフトノブ、すごい細身で、この辺のですね、オーディオ、まあ、ラジオとかエアコンも純正で、このバックミラー、ルームミラーがこのダッシュボードに立ててあるんですが、これはどうでしょう。オリジナルはもしかしたらウィンドウに貼ってあったのかもしれません。でこのアナログの時計、これは今多分止まってますね。はい、でフットペダルなんですが、ブレーキのペダルは純正だと思うんですが、アクセルペダル、足型、まあこれもですね、前オーナーさんの趣味だと思うんですが、まあ似合ってますね。はい、それではエンジンを見ています。このボンネットフードなんですが、外から開けるんですが、このエンブレムを上げるとボンネットフードのロックが外れます。はい、こちらエンジン。エンジンは390の V8、6.4 リッターの V8 OHV になります。こちらのエンジン、まあ、おそらくノーマル純正当時のままだと思うんですが、この金色のペイントはもしかしたら後で塗り替えてるのかもしれません。でサンダーバードって書いてあるんですが、これフォードの 390V8 で、この車両、まあ、バッテリーは当然新しいのがついてるんですが、バッテリーにはキルスイッチがついてますし、このブレーキもですね、マスターバックのカバーとかこのブレーキフルードの
キャップというかこの蓋とかもすごい綺麗ですし、まあ、マスターシリンダーの部分はサビサビなんですが、おそらくですねブレーキもオーバーホールなり、パフォーマンスアップなりしてるんだと思います。実際ですねさっき下回りを見ている時に気づいたんですが、この車両フロントブレーキ、まずロータードリルローターで、さらにですねこちらキャリパー外側結構錆びてるんですが、パッドもですねかなりハイパフォーマンスそうなのがついてますし、ブレーキが多分きちんと強化してると思います。でこれですね後で気づいたんですが、これノーズのところ390で、後ろにですね、まあ、おなじみサンダーバードのバッジがあるんですが、やっぱりこのサンダーバードの 390V8 これオリジナルエンジンですね。はい、こちら1963年モデルのフォードギャラクシーカントリーセダン、車両本体価格524万円。この車両はですねかなり魅力的だと思います。まずですね、なんといってもこの外観、ボディスタイル、まあ、もうこれはですね、普通にかっこいいです。おそらく前オーナーさんがカスタムしたんだと思うんですが、このいかにもサーファー御用達といった感じのこのボディスタイル、もちろんですね、まあ、サーフィンだったりウィンドサーフィンだったりマリンスポーツ好きな人にはこれ向くと思うんですが、これですね、このままの状態で渋谷とか六本木とか街中走ってもすごい目立つしかっこいいと思います。内装もですね、前後ベンチシートで6人大人がゆったり乗れるスペースがありますし、ラゲージも広大で、さらにですねセカンドシートを前に倒せばこのリアに大柄な人でも足を伸ばして寝れます。もちろん半世紀以上前、60年前のクラシックカーですから、まあ、現代の車みたいに安心快適というわけにはいかないとは思うんですが、このボディスタイルと内装、このデザイン、もうこれだけでもですね、高い金を出す価値は十分にあると思います。ただですね、こういったヴィンテージカー、クラシックカーは、さっきもお話しした通り現代の新しい車と同じように乗れるわけじゃありませんので、まあ、この車いいな欲しいなと思った人はまずはですねお店に連絡して詳しい話を聞いてみてください。はい。